どうも、皆さん、こんにちは。チャックパスです。本日はですね、プリンスホテルのステータス制度ありますよね。こちらは、なんとですね、2024年の4月の25日からですね、こちら、西武プリンスグローバルリワーズっていうね、名前に変更になるっていうことが発表されましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、私の動画でね、見られている方でも、こちらのクレジットカード発行された方非常に多いと思うんですよね。まあ、アメックスのプラチナプリファードということで、今ね、新規入会って合計13万ポイントとかね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、一気にね、ポイント貯めたい方ね、発行した方結構いらっしゃると思いますし、またね、ゴールドカードのね、メタルカードずっと待つ方ね、いらっしゃると思いますので、発行した方ね、いらっしゃると思うんですけども、まあ、こちらのクレジットカードね、まあ、前のゴールドカードね、持ってる方はもちろん知ってると思うんですけども、このね、アメックスのゴールドプリファードありますよね。で、またね、プラチナもそうなんですけども、この2枚のクレジットカードはですね、あと一応 ANA アメックスプレミアムとかも多分そうだと思うんですけども、プリンスホテルのね、ステータスがもらえるっていう風になってるんですよね。で、またね、このアメックスのゴールドプリファードに関しては、プリンスホテルのゴールドか、ゴールドステータス。で、またね、プラチナとか ANA アメックスプラチナとかもそうだと思うんですけども、プリンスホテルのね、プラチナステータスがもらえるっていう風になりますんで、まあ、私もね、まだステータスね、申請しておりませんので、まあ、今回の動画ではこのね、プリンスホテルの切り替わったね、特典と、またね、こちら実際にね、プリンスホテルのステータスね、ステータスマッチじゃないですけどね、申し込み、やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、こちらがね、発表された公式サイトっていう風になっておりまして、西武プリンスグローバルリワーズということで、2024年、4月の25日ですね、西武プリンスグローバルリワーズサービス開始ということで、全プリンスホテル&リゾート各施設で多彩な特典をご利用いただけるプレミアムサービス。プリンスステータスサービスは2024年4月の25日より西武プリンスグローバルリワーズとして生まれ変わりますということで、新規入会及び会員プランのご予約は日本時間12時よりポイント申請サービス特典提供は日本時間15時、海外施設では、所在地の現地時間15時からを予定しておりますということで、4月の25日からですね、このプリンスホテルステータスサービスっていうのは、西武プリンセスグローバルリワーズっていう名前に変更になるっていうことが発表されたんですよね。で、こちらね、まずキャンペーンということで、サービス開始、記念ポイント3倍キャンペーンということで、日本時間2024年4月の25日3時から、9月の30日11時59分まで、プリンスホテル&リゾート各施設でご利用時のポイント贈呈を3倍いたしますということで、まあ、3倍のね、ポイントが取れるキャンペーンが来ております。で、このプリンスホテルのポイントっていうのは確か1ポイント1円でね、このプリンスホテルのポイントっていうのはね、1ポイント1円で利用することができるっていう風になりますんで、まあお得に利用することができる。まあ後日のね、お得に利用することができるみたいな。まあそういった形になります。で、西武プリンスグローバルリワーズの新たなサービス内容一部ということで、ポイント贈呈とご利用ですね。今までですね、このポイント贈呈と利用が、こういったね、海外の施設、プリンスワイキキとかね、ザ・プリンス赤時ロンド。まあ、このね、プリンスホテルって非常にね、海外にも多くてですね、これプリンスホテルの公式サイトなんですけども、私の動画でね、よく話しているプリンス北のニューヨーク、北のニューヨークはね、このプリンスホテルに加盟して、ニューヨークにもね、プリンスホテル今あるんですけども、まあ、ここ、ニューヨークだったり、ロンドンとかね、ドバイとか、シンガポール。で、あと下の方に行くと、これですね、プリンスワイキキですね、有名ですよね。プリンスホテルも、この、ハワイのね、ワイキキに、あるっていう風になるんですよね。まあ、こういった形で海外にもね、結構ホテルがあったりするわけなんですけども、まあ、こういったところでもですね、このポイントの利用であったり、贈呈であったりですね、利用することができるっていう風になります。で、またね、共通会員特典ということで、海外施設でもステータス特典を提供いたしますということで、やはり大きいところはね、こちらかななんていう風に思っておりまして、このね、プリンスホテルのね、ゴールドステータス、またね、アメックスプラチナとか持っている方は、プラチナステータスね、利用することが海外でもできるっていう風になりますんで、まあホテル代はね普通に支払う必要はあるわけなんですけども、やはりねステータス特典がね利用することができれば、まあゴールドステータスでもね優先チェックイン、またねレイトチェックアウトもね、まあちょっと後で説明しますけどね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね結構大きいですよね。でメタル申請対象施設ということで、海外施設でもご利用に応じてメダルを贈呈いたしますということで、このメダルっていうのはですね、このプリンスホテルのステータスっていうのは、こうい
ういった形になっておりまして、こちらステータスのランクアップなんですけども、このメダルを貯めていただくことによって、プリンスホテルっていうのは、ステータスが上がっていくっていう風になるんですよね。で、ご利用金額1万円に応じて、1メダルがもらえて、それを20メダル集めるとゴールド、50集めるとプラチナ、200集めると、ダイヤモンドということで、このダイヤとかになるとね、ラウンジとかも利用することができるんで、まあ、非常に強いね、ステータスにはなるわけなんですけども、ホテルで1万円使わなきゃいけないので、結構ハードルは高いですよね。まあ一応ね、プレゼントメダルみたいなのもあるみたいなんですけども、まあ、私はね、こちら、やったことはございませんので、どのぐらい貯まるかっていうのは正直わかんないんですけども、アメックスゴールドプリファード持っている方に関しては、ゴールド、アメックスプラチナ持っている方に関しては、プラチナがね、利用することができるっていう風になるんですよね。で、1万円の利用に対してね、1メダルがもらえるということで、それがね、海外でも、ご利用にしてね、メダルがもらえるっていう風になるんですよね。で、このプリンセーブプリンスグローバルリバーズっていうね、スマートフォンアプリも、日本時間の4月の25日12時からですね、ダウンロードいただける予定っていう風になってるみたいなんですよね。で、今回ね、このセーブプリンスグローバルリバーズになってですね、まあ、一部ね、改定がされるということで、ポイント2倍でっていうのが終了して、新サービス記念し3ポイント、3倍ポイントキャンペーンを予定しています。で、名前がですね、この優先チェックイン、チェックアウトっていうね、名前に変わるみたいですね。スマートチェックインサービスっていうのがね、今あるんですけども、これが、優先チェックイン、チェックアウトっていう名前に変わるみたいですね。ゴールドメンバーのお客様に優先してチェックイン、チェックアウトをご案内いたします。一部のホテル、ゴルフ場専用チェックインカウンターをご用意しておりますっていう風になってるみたいですよね。で、お誕生日月ということで、バースデーポイント、誕生日を、誕生月選べるお誕生日プレゼントっていう名前がまあ変わってるっていう感じですかね。ダイヤモンドメンバーのお客様には、当月中旬までにセーブスマイルポイント5000ポイントを贈呈いたします。で、ボーナスメダルプレゼント、ステータスボーナスポイントプレゼントが、ボーナスメダルプレゼントっていう名前になって、年間200メダル以上獲得した、ダイヤモンドメンダーは20メダル、年間50メダル以上獲得したプラチナメンダーは5メダル、年間20メダル以上獲得したゴールドメンダーは2メダルボーナスメダルとして毎月4月にプレゼントいたしますということで、一応翌年の宿泊実績じゃないですけどね、翌年のまあステータスにね、こういった感じで足してね、利用することができるみたいな、まあそういったのがあるみたいですね。で、西部グローバルリワーズマガジンっていうのが、会員誌のお届けはね、こういった名前に変わってゴールドステータス以上のお客様に多くの旬の情報、ご両親やステータスに合わせたお得なプランをとするウェブマガジンを2024年6月に公開いたしますということで、ウェブなんですかね、公開するって書いてあるんで、はい、まあそうですね、ウェブマガジンに切り替わるのかな、はい、っていう感じですね。で、またですね、日本国内限定特典ということで、アプリプール無料、レストラン、記念日お祝いメニュー、記念日お祝いのオプションのご優待、誕生日バースデーポイントプレゼントが選べるお誕生日プレゼントはこの名前になるんですね。で、レストランお食事10回で食事券プレゼント、カバーチャージ無料、アプリでワインお持ち込み無料、プリンスホテル婚礼特典、軽井沢プリンスショッピングプラザ、駐車場サービス、ゴルフスマートチェックインっていうのが、日本国内限定のね、特典として利用することができるっていう風になるみたいですね。まあこういった感じでね、特典がついておりまして、これ多分全員が使えるわけではなくて、まあこれがね、ステータス特典でね、書いてありますので、多分このアプリでプール無料とかね、多分これ上位ステータスじゃないと利用することができないと思うんですけども、あ、もうステータス特典の方に行っちゃいましょうかね。はい。ということで、ステータスの方に、ね、見ていきたいなと思うんですけれども、アメックスゴールドプリファードの方は、ゴールドっていう風になりますんで、ベストレート、先行予約、スマートチェックイン、レートチェックアウト、レートチェックアウトは3時間ですね。いや、結構大きいですね。だから11時とかね、多分チェックアウトが多いと思うんですけれども、そしたら14時まで利用することがね、最大できるっていう風になりますんで、これは結構大きいですよね。やはりレートチェックアウトあるとね、まあ朝食食べに行っても、ホテルで、済ましたいただいてもですね、その後ゆっくりできますもんね。まあ、ゴールドはそれと、あとレストラン優待であったり、食事10回で食事券プレゼント、あとゴルフベストレート保証であったり、スイートルーム優待で、お誕生月のレイトチェックアウトもあるみたいですね。これは無料でチェックアウトを伸ばしてくれる。あとアプリワンドリンク、アプリ限定レストランワンドリンク、アプリ限定ゴルフワンドリンクで、お誕生日付きのボーナスポイントですね。こちらはご利用金額が3万円以上で利用することができるみたいですね。お誕生日プチギフトがもらえるという
感じです。あと、ポイント2倍。ステータスボーナスポイントプレゼント。まあ、これは先ほど説明したもんですね。はい。っていう感じですね。ですので、まあ、ゴールドだとですね、めちゃくちゃ、ステータス特典がね、強いっていうわけではないんですけども、まあ、一応、レートチェックアウトがね、3時間最大利用することができるっていうのはね、非常にいいですよね。まあ、プラチナになるとね、はい、朝食はつきますんでね、これめちゃくちゃいいですよね。ですので、アメックスプラチナ持っている方は、まあ、国内以外ね、問わずですね、このプリンスホテルのね、プラチナステータスになれますので、ニューヨークでもハワイでもですね、ステータス特典で朝食ね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、本会員様ほか同室の同伴者様でご利用いただけますということで、どうなんですかね、4人家族とかでもし利用することができたら、全員できるんですかね。あ、添い寝のお客様は対象外となりますって書いてありますね。っていうことなんで、2名まで利用することができるっていう感じですね。で、先ほど言ったアプリ限定のプール無料ということで、これもやっぱりプラチナとダイヤモンドじゃないと、利用することができないっていう風になります。ですのでね、アメックスプラチナ持ってる方はね、かなりいいですね。はい。こういった感じでね、まあ、ステータス特典ございますので、もしね、アメックスゴールドプリファーでね、保有されている方は、プリンスホテルでね、利用していただくのも、いいのではないのかなっていうところですね。海外もね、こういった感じで、記載がありますね。ではですね、アメックスフリーステイギフトということで、こちらね、アメリカンエクスペリスゴールドプリファードのフリーステイギフトの対象ホテルなんですけども、こちらね、プリンスホテル、記載がありますよね。ですので、年間200万円ね、利用していただければ、まあ、こちらのホテルでですね、一泊ね、利用することができて、レートチェックアウト3時間ね、一応空室状況によって変動するみたいですけども、一応ね、利用することができるっていう風になりますんで、ステータスがね、こういった感じでもらえて、またね、ステータスがこの、プリンスホテルのね、宿泊した際にね、利用することができるっていうのはね、非常にいいですよね。ですので、プリンスホテルでね、紹介していただくっていうのもね、結構いいですね。プリンスホテル、オーシャンビュー、ギノワンとかでも利用することができるっていう風になりますしね。まあ、マリオット、アメックスとかね、持っている方はまあ、こっちでもいいのかななんていう風に思うんですけども、まあ、ゴールドステータスね、こちら登録するだけでもらえるっていう風になりますんでね。これはね、結構いいですよね。ということで、次にですね、それでは次にですね、こちらはね、アメックスの公式サイトのプリンスホテルステータスサービスということで、ANA アメックスプレミアムと、プラチナアメックスプラチナビジネスカードは、プラチナメンバーにね、利用することができて、まあこういったね、先ほど言った朝食とかね、利用することができるっていう風になります。で、今回ですね、ゴールドプリファード私もね、発行いたしましたので、こちらね、やっていきたいなと思うんですけども、まあこういった感じでね、ゴールドメンバーの方は利用することができるということで、先ほど説明したね、レートチェックアウトゴールドには入ってるんですけども、アメックスの公式サイトにはこっち入ってなさそうですね。はい。あ、一応ここにレートチェックアウト入ってますね。はい。結構ね、これ大きい特典だと思うんですけども、記載はね、こういった感じでされてないんですね。はい。ということで、プリンスステータスゴールドメンバー申し込み手順ということで、プリンスステータスメンバーゴールドメンバーの特典ご利用には、西部プリンスクラブの入会とゴールドメンバーの申し込みが必要です。登録には、通常2週間から4週間申し、要しますので、早めに登録してくださいということで、アメックスのね、ゴールドプリファード発行された方は、できるだけ早くね、申し込みしといていただければなと思います。で、こちらね、私はもうね、昔プリンスホテルって、すごいね、ポイントサイトからポイントを交換して、まあ、お得に宿泊することができて、来たんで、まあ、私ね、西部プリンスクラブのね、アカウント持ってるんですけども、持ってない方はですね、こちらね、申し込みね、して、この会員ですね、会員登録ね、しといてください。ということで、詳しく見るをしていきたいと思います。で、こちらでログインしていきます。はい、ログインいたしました。そうするとね、西部プリンスステータスサービスゴールドメンバー申し込みということで、ページになります。あ、こちらですね。まずこちらでアプリをね、ダウンロードしていただいて、その後に申し込みをするより、プリンスステータスウェブサイトへアクセスしていただく感じですね。ということなんで、こちらでしよう。いいですかね。そうすると、プリンスステータスサービス、アメックスゴールドプリファード会員様に、プリンスステータスゴールドメンバーのおもてなしをご用意いたしましたということで、あ、こちらにね、書いてありますね、全部ね。ということで、入会はもう私はね、済んでますんで、ゴールドメンバーに申し込み。こちらですね。ゴールドメンバー申し込みフォームということで、こちらで申し込んでいくみたいですね。あ、非常に簡単そうですね。こちらに会員番号で名前で、カナでローマ字で生年月日、あと電話番号とメールアドレスを入れていく感じですね。ということで入力ねしていきましょう。はい、ということで、入力ねやっていきたいと思います。私ね、お客様番号ね、昔クレジットカード持ってたんでね、プリンスホテルの。
もう解約しちゃったんですけども、それね、解約したら、プリンスホテルの会員自体ね、消えちゃうみたいですね。ですので、私ね、今ね、スマートフォンアプリで登録し直しました。ということで、こちらね、入力して申請ね、していきたいなと思います。では、全部入れると、通常申し込みから2週間から4週間後に、西武プリンスクラブマイページにご登録しているメールアドレスにステータス変更完了のお知らせが送られますということで、まあ2週間、まあ1ヶ月ぐらいね、様子見とけばいい感じですね。で、またね、カード発行はございませんということですので、アプリ会員発行っていう感じですね。ですので、物理カードは届かないということですね。こちらを同意するをクリックして、で、入力を確認してご確認くださいということで、確認して終了ですかね。確認が済んだら次へですね。これで OK ですね。プリンスステータスサービス、ステータス変更の申し込みを承りましたということで、メールアドレスに申し込み完了メールが届くみたいですね。昔これ、アメックスプラチナを持ってる時に一回やりましたね、そういえばね。はい。ですけども、その時はなんかね、ステータスいくら待っても変わんなかったイメージがあるんですけども、まあこういった感じでね、ステータス変更の申し込みがね、完了っていった形になります。はい。ということで、こちらでね、申し込み完了ということで、一応メールが来るみたいなね、感じで記載があるんですけども、申し込みしてね、もう5分ぐらい経ってるんですけども、一向に来ないですね。後で来るのかな？メール来るって書いてあったんでね。他のね、ログインするとね、メールとか、メール届くみたいで、スマホアプリログイン通知とかもね、普通に来てるんですけども、登録完了のやつは来てないですね。もうちょっと時間かかるのかな？まあ、ひとまずね、メール来るみたいなんでね、こちらは確認しといた方が良さそうですね。もしね、メールが来なかったら、これはね、問い合わせた方がいいかもしれないですね。ということで、今回ですね、このね、アメックスのゴールドプリファードね、新規で発行された方ね、かなり多いと思いますので、ぜひね、届いたらこちらね、やっといていただければなと思います。まあ、プリンスホテル自体はですね、現金払ってね、支払われ、宿泊していただく必要がございますので、まあ、お金かかってくる部分はございますけども、まあ、年間200万ね、突っ込める方に関しては、こちらで切っていただければ、フリーステイギフトでね、利用することができるっていう風になりますね。まあ、それでね、ステータス特典利用することができれば、レイトチェックアウト等々ね、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひこちらね、やっといていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、やっておりますので、ぜひね、こちらから無料で利用することできますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。